今回はですね、ピンチはなぜチャンスになるのかっていうお話をしようかと思います。まあ、いつも拝見させていただいているツイッターからなんですけども、まあ、非常にね、いい言葉だなと思いまして、ここで紹介させていただくんですが、やっぱりね、自分の中の負のエネルギーはプラスに変えられるっていうキーワードなんですよ。そして幸せになってやるという何クソ根性出せっていうふうにまとめられてますけども、まさにその通りでね、私がね、今、ほぼ何も働かずに収入得てるっていう形をとってます。それはなんでかっていうと、実は10年前の今日、39歳の私ってのは借金が3500万あって1日16時間働かなくてはいけない麻雀店の店長社長をやっていたわけですよ。で、部下も当然いてですね、社員に給料払わなくちゃいけなかったんですよ。毎月の支払いが300万ちょっと超えた金額です。で、お店の売り上げは200万前後です。つまり毎月毎月100万以上の赤字を自分が借金で埋めてるような、そんなね、生活だったんですよ。それも1年以上そういう暮らしが続きましたんで、借金ってのはね、やっぱ3500万ぐらいになっちゃったんですよね。だからお金がないっていうピンチに対して、じゃあ稼がないと返さないとってなって、お金を返した結果、短期間で1億円を稼ぐところまで来たわけですよ。そうなるとね、3500万の借金をゼロにした力でもって、ゼロから3500万に引き上げてきて、以来その3500万が7000万になり、もう一回やったら1億を超えたって形ですから、実はピンチの中にいるってことは、もうね、あとは上がるだけなんですよね。言葉で言ったら大変かも、退屈かもしれませんけども、もし私がね、安定した売り上げの麻雀店やってたら、多分こういうふうにはなんなかったと思うんですよ。で、よくて、まあ、なんとなく、若干の黒字の、麻雀店のオーナーが続かれたぐらい、少なくとも YouTube でなんとかかんとかっていうのはやってないと思いますし、速稼塾もなかったと思います。暗号通貨を買うこともないですし、 FX をマスターしたこともなかったと思いますよ。だから実はチャンスってのは、いつでもピンチに陥るやばい状態なんだってことなんですよ。うまくいってるってことはうまくいってないってことだと思うんですよ。求められるのは、やばい時にどう立ち向かっていってるかっていう、その瞬間の積み重ねなんじゃないかなと思います。で、結果的にその歩み、根性がね、幸せに向かっていってるのかなと思うんですけど、いかがでしょうかね。